ゴールは、スリランカ南部州ゴール県の都市である、スリランカ南西海岸の先端部に位置しており、南部州の州都でかつ、ゴール県の県都である、人口は99,478人、首都県のコロンボより南に 119km の距離にある、スリランカ最南端の主要都市で、コロンボや東のマータラとの間には、鉄道が運行されている。ゴールは、ヨーロッパ人が南アジアや、 東南アジアに建設した城塞都市の典型的な例であり、ヨーロッパ建築と南アジア地域の伝統が混在している。ゴール城壁はヨーロッパの支配者により建設され、現在も残る城壁の中ではアジア最長である。その歴史的な旧市街地区は、ゴールの旧市街と要塞の名でユネスコの世界遺産に登録されている。18世紀のゴール港ゴールは、 古代からよく知られていた港であり、ペルシア人、アラブ人、ギリシャ人、ローマ人、マレー人に、インド人、それに、中国人といった多くの国々の商人がこの地を訪れていた。1411年に、民の帝和の二度目の来訪を記念して建立された。石碑には、中国語、タミル語、ペルシア語の三カ国語が刻まれている。ゴールの近代史は1505年に、 ポルトガル船が初めてこの土地にやってきた時から始まる。当時も町は、正論島の使用港であり、ギマチッサと呼ばれていた。ロレンソでアルメーダのカム嵐によりゴール港に、たどり着くも、住民から拒否され、武力によって入港を果たした。1640年、ゴールを支配していたポルトガル軍は、オランダ東インド会社に降伏。ゴールは、オランダの支配下に入る。 1663年には現在も残る要塞が建設された。要塞の壁には花崗岩が使用されており、また太陽、月ツ、生と呼ばれる三つの両方が構築された。ゴールはオランダ植民地時代の18世紀に大きく発展した。1796年にイギリスがオランダからこの島の支配権を奪うと、イギリスは要塞には手を加えず保存し、 かつ要塞をゴールの行政の中心として使用した。1988年、要塞に囲まれた、2004年12月26日に起きたスマトラ島沖地震では、津波の被害を受け、ゴールの町だけで数千人が命を落とした。その後は、復興が進み、2007年12月には再建された、ゴールインターナショナルスタジアムでクリケット試合が模様されている。ゴールは、 結編の気候区分では、熱帯雨林気候に属す。ゴールには明確な寒気は存在しないが、1月から2月にかけては著しく降水量が減少する。全体的にはこの気候に属する多くの都市と同じ、典型的な気候で、気温も年間を通してわずかに変化があるのみである。平均気温は、年間を通して、約摂氏26度である。ゴールは、スリランカの平均から言うと、 大きめの都市で2012年時点の人口は99,478人になる。多数派は新原人だが、法ト地区を中心に古代のアラブ商人の末裔であるスリランカムーアもまた大きな人口を持っている。ゴールは外国人にも人気の街であり、外国人の住居や別荘も多く存在している。ゴールには鉄道のコーストラインが通っている。ゴール駅は 同線の主要駅であり、西海岸と南海岸のセグメントの合流地点となっている。南部高速道路はスリランカで初の高速道路であり、ゴールと最大の都市コロンボを結んでいる。ありがとうございます。